ダニアからはキャベツを使った鍋料理が登場。あば最悪。本店サルマーレ伊勢自慢の鍋料理。お待たせしました。サルマーレはルーマニアの伝統的な鍋料理だ。日本のロールキャベツとは違うの？お、コシが生えてるし、日本のほら、大勢ルーマニアのロールキャベツ味違う、すいませんけどルーマニアのロールキャベツの方が美味しいです。店自慢のサルマーレ代々伝わるレシピ通りに作られる。玉ねぎと人参に梅を加えて炒め、ひき肉と香辛料を混ぜたルーマニア風ロールキャベツ。そのお味は？不思議な味。ルーマニアの料理なんだけど、お米が入ってるから食べやすいし、なんか親しみがある。ヨーロッパを旅する気分でルーマニアの家庭料理を味わうのもいい。Come on.